春水潭神文化館は、春水堂実行古墳有限公司が運営する台湾の喫茶店チェーン。タピオカミルクティーを看板商品としており、タピオカミルクティー発祥の店を謳っている。店名は古来の詩や歌で、春水がお茶にとって最適な水であるとしていることに由来し、最高のお茶と環境でお客様を楽しませるという意味合いが込められている。1983年5月20日、創業者の劉冠介が台中市の市以外に前身となる陽泉茶業をオープンする。劉冠介は幼少の頃より父親の影響で茶に対する関心が高く、当時の台湾で茶を飲む文化が廃れつつあったことに不満を抱いていた。そこで彼は日本の大阪で見たシェーカーでカクテルを作る姿やアイスコーヒーに着想を受け、シェーカーを使ったアイスティーを独自に開発し、泡沫紅茶として提供。それまで熱い飲み物とされていた茶のイメージを覆したドリンクとして好評を博した。1987年には店の名前を現在の春水堂に改名し、タピオカミルクティーの提供を始める。タピオカミルクティーは当時の店長であった林修恵がもともと店員に振る舞うために考案したドリンクだったが、常連客に提供し始めたことから、半年足らずで同店を代表する人気メニューとなった。海外では2013年に東京代官山に1号店がオープン。2018年には台湾国内での展開数が50店舗を達成したほか、香港にて1号店をオープンしている。春水堂のロゴマークは、蓮の花が根を生やす様を図案化したものが採用されている。これは、蓮は泥より出でて泥に染まらずという中国の聖句になぞらえ、世間の流行に左右されない姿勢を表すと同時に、世界中にアイスティーの文化が根付いていく様を表している。メニューは上述のタピオカミルクティーをはじめとするドリンクのほか、麺類などの料理も提供している。日本の店舗においてはこれら以外にも軽食やスイーツが提供されている。日本では株式会社オアシスティーラウンジによって運営されており、東京、埼玉、神奈川、京都、大阪、兵庫、広島、福岡の8地域で展開されている。また、後述する姉妹店舗 TPT は、同社のグループ会社である株式会社オアシスティースタンドによって運営されており、東京、神奈川、大阪、福岡の4地域にて展開されている。このほか、CSR 活動の一環として、社内組織、タピオカミルクティー協会が設立されており、同組織はディスカッションや街の清掃活動といったイベントを行っている。2005年に誕生したテイクアウト専門ブランド。店名は台湾プロフェッショナルティーの略で、台湾国内では茶の湯会の名前で260店舗以上が展開されている。2016年より、海外展開が開始され、中国、香港、日本、シンガポール、アメリカ、カナダの5カ国1地域に出店している。国立台湾美術館内にオープンした系列店で、同美術館にある春水堂の店舗と隣接している。店名は、春水堂の春と対比させる形で、春があれば秋もあるという趣向から付けられている。茶の原点への回帰を目的にした店舗であり、中国茶芸のレッスンを開催している。春水堂では、店舗で提供するドリンクの品質を保つために、調茶師という独自の資格制度を設けており、認定試験に合格した有資格者のみにドリンクを提供させている。調茶師は、春水堂の社内において末端に位置する役職であり、そこから組長、副店長、店長、マネージャー、エリアマネージャーへと昇格する仕組みになっている。また、従業員を育成する制度として指定制を設けており、新人の従業員1人に対し教育係を1人つけ、教育係が技術指導や心理面でのサポートを行う仕組みになっている。ABC 春水堂実行古墳有限公司8633万228、台湾公司資料 ABCDE 経済部、台湾経済研究院。台湾商業服務業優良品牌選管、台湾スペリオル、コマーシャルサービスブランズ台湾含む優良品廃墟。開2014年11月1日、P30-31、誰絶賃内思想春水堂、関林左官総10年当案契約月。東森財平新聞。2020年4月5日閲覧。ABCDE、第140回春水堂創業者劉冠介氏。ワイズコンサルティング。2020年4月18日閲覧。AB、タピオカミルクティー誕生。お茶文化の救世主現る。春水堂広報。2020年4月18日閲覧。台中探訪春水。同佐都支店新冷茶時代壺アワイン味ため規定。新期限。2020年4月18日閲覧。台中の春水堂で元祖タピオカミルクティーを味わう。In the Life 2020年4月18日閲覧。台湾発カフェチェーン春水堂代官山に国内1号店。渋谷経済新聞2020年4月18日閲覧。春水短期化茶の湯買いっぱなしめ国際3年内 IPO 中時電子報2020年5月4日閲覧。春水堂を館堤アップ向かい人文左官2800フィート同食店、大式牛肉麺、チンラマ、内着苦食、新奥紀週間。2020年4月18日閲覧。春水堂人文左官、シティワック上司通り、2020年5月4日閲覧。春水堂台湾公式サイト、フード春水堂日本公式サイト会社概要、株式会社オアシスティラウンジ事業内容。オアシスティラウンジ、株式会社オアシスライフスタイルグループ、店舗一覧春水堂日本公式サイト、事業内容、オアシスティスタンド株式会社オアシスライフスタイル、グループ店舗一覧 TPT 日本公式サイト、タピオカミルクティー協会、春水堂広報、2020年5月4日閲覧、AB、日本初上陸、タピオカミルクティー発祥の店、春水堂の台湾ティースタンド TPT 入満新宿駅中に7月20日オープン。あってプレス2020年5月4日閲覧。台湾で人気の茶の湯会。台中限定とろーりタピオカホットサンドも。LINE トラベル JP 2020年5月4日閲覧。門市拠点 TPT 台湾公式サイト台湾発ティースタンド東京。新宿に1号店さらなる海外進出に意欲。中央社フォーカス台湾。2020年5月4日閲覧。AB、台中の美術館の中にある雅な左官、秋山堂で台湾茶の流儀を覚える。クレアトラベラー、2020年5月4日閲覧。秋山堂、長三丹。台北ナビ。2020年5月4日閲覧。本場台湾で、中国茶芸体験ができる。台中、秋山堂。LINE トラベル JP、2020年5月4日閲覧。お茶マイスターが守る春水堂の品質。春水堂広報。2020年5月5日閲覧。春水堂福利活動多人最多期義27-32系。1111平新聞。2020年5月4日閲覧。統治図すぐるみ。茶春水堂36堂100年経営的、思考音流博式網、2020年5月5日、閲覧。ありがとうございます。